今日皆さんに紹介したいのはこちらです。もちろんこちらです。皆さんこれ何か分かりますか？これ何か分かりますか？あら、こうもみじ回廊を沿ってコキアが色づいてますよ。そして富士山、このコキアがね、あと2週間で何倍ぐらいなのかね。チョロマスさん、この大きさがね、去年はすごい見事だったね。今年はチョロマス、コキアと富士山紅葉が見れないのは残念ですが、阿蘇の、まあ、久しぶりに阿蘇の紅葉をね堪能していきたいと思いますよ。というよりも堪能ばかりじゃ舞台頑張らなきゃいけないですね。ぜひ皆さん、色づいたコキア、この前本当に3倍も4倍にも、なりますよ。コキア見に来てください。ちょっと待ってです。